佐藤美希郎子です。いらっしゃいませいらっしゃーさー。まじるよ。はい、こんにちはみなさん。あのね、今日はね、昔あった痴漢について話していきたいと思う。あのね、なんか、あんまり人生で痴漢にあったことがね、高校生の時も普通にね、あの、ブレザーだとね、でスカートも普通にちゃんと入ってたんだけど、でも1 もう毎日電車乗ってたけど、近いなったことなかった高校生の時は、おかしいなと思って、でも多分それはなんか分かったんだけど、私こうやって電車乗ってるじゃん。後ろに人のケアを感じたらの、めちゃくちゃこうやってやる。マそうよ。誰も寄ってこなかった。まあ、そんなこんなでここは終わりました。で、山手線なんだけど、普通の電車で、ね、こうやてガタンゴトン,ンって乗ってたわけ。まあまあな満員電車だったらね、そこまでぎゅうぎゅうじゃないぐらいの。そした隣におじさんが来たわけよ、背高めの。で、普通のこと、うん、そしたらそのおじさんが、 肘肘肘で圧迫してくんのもう上から肘攻撃してきてえどういうこと肘がここの角度で入ってくることない多分合理値って私の胸だと思ったけど、そこまでずっと肘をこうやって上から押し付けてくるわけ。えそんな白中堂々と、え、めちゃくちゃ来るじゃんと思って。 こっちの手で釣り顔を使ってたんだけど、ずっとこうやってガードしてたのルほ向こうのおじさんもめちゃくちゃ力強かったから、上からこうやって。ああ、新しい。巻きてたわるかと。もう新手のラッパーめ。たいやいやいや。あわりにもしつこいから。プチプリン。当時こうやって携帯持ってたんだけど、メモ開いてメモで、やめろって打って、それを送って。これが目に入らぬか <laughs> 次の駅で降りていきました。<laughs> 地下を初めてて撃退でできたたっていう事件でしたああ、なんだ、そういう時間もあるのかと思って、私の潜入観がいけなかったなと思って、ってことがあったんですよ。そんなこんながあって、私、マルタっていう国に留学してたのね。バス乗ったの、友達と二人で。マルタのバスで、もう俺、Z コース食べたいなの、こんな感じなんだけど、まあ、それはさ、運転手さんの近くのさ、でっかい棒みたいあるじゃん。そこに捕まってたらね、前に友達がいて、対面でこうやって喋ってたの。そしたらね、なんかお尻にモズモズしてきて、ん お尻を触られてたのね。で、わ来た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 やばいやばいと思って、どんな顔のやつか見てやろうと思ってさ、全然車内混んでないんだよ。私がこうやって見たら後ろの人も。いや、あったんでしょ、絶対。 シュランプにできるないやこの距離よこうやってしかいないだろまたこいつと思ってうわ海外の痴漢の人はねっちょり型なんだと思って友達にさ「なイなイ後ろの人痴いしてきたんだけどと」とか言って友達「ええとか言ってさ二人でさその男の人めちゃくちゃ見てるその男の人一生こうやってやってんのいやあんたでしょ私ノーマル痴漢の人に会ったことないんですよ。